『新平家物語』第528回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。 路の寺ここへ来てからもう四日目田辺の丹蔵は湯の御所の深くに閉じこもったきりとんと外へは顔も見せない明け花は相変わらず離れにいるがその花泥とも荒れきりである吉次はたった一晩泊まったきりで翌日は船へ帰っていたそしてその船もすぐ田辺の沖からどこへともなく出ていた こうして室の出湯の里は毎日けだるげな湯煙と退屈な波音のうちに表面は無事そのもののように暮れていたけれど時折田辺の館からは早馬の使いが来たり長者らしい認定の男が忍びやかに奥へ来て丹造とあってはまた密かに帰っていく様子など遠くの胸に離れてはいても花は体で感じていた。 そして彼と桜の壺とは朝夕愛いもしていないが児童のカニマルを使って絶えず密書のやりとりはしていたのである「カニマルはいお前まだ別当殿にも家来たちにも顔は見知られておらんやろな大丈夫ですそのようなぬかりはございませんほんだらもっけの幸いや今朝方丹蔵は田辺の館へ帰るらしい」。 桜の局の知らせやとなもうお馬出しの支度と見え友の衆は外へ出そろうておりまする。見え隠れに友の後からついでいけ。で田辺の別当の館へ紛れ行ってな桜の局に近づいて局から何かの密書を受け取ったらここへすぐ持ってこい。あちょっちと難しいお役です。カニマ丸にはできそうもありません。何 と花は怖い顔をして見せたできんことがあるかいお前は小粒で犬頃みたいにすばしっこいのはええもし捕まったらミッションは口の中で噛んでしまえで何を聞かれてもただ泣いてたらええんじゃはいよう勤めたら褒美やるええが心得たかかしこまりました カニ丸はなお主の鼻から何くれとなく注意を受けてやがて湯の御所を出た丹蔵と局根の腰のはるか後ろからついていったその日二つの腰と友の列は5日前にここを通ったように今日は室の方から逆に田辺の町へかかっていた辻辻の人群れは「室のおかえりと見える」 「いつものきれいな女房もご一緒に」と例の物見高い目がささやきを流していた腰の上の丹三は路傍の人立ちなど目にもなかったそして実に不機嫌な顔つきであった源氏か平家か彼の後輩が彼自身を重苦しいものにしていることは否みがたい。 あるいはその方向も彼一人の腹には決まっているのかもしれないが熊野三山の大衆を一方へまとめることは大事業だし彼の周囲も複雑であるいかに絶対者の別当にせよままならぬ思いもあるに違いない。 例えば室の湯へ出向いたのも彼としてそこで自分を待つ屋島の密至たる昭花に会うことよりも実は昭花を手よく返した後で新宮十郎幸家をそこへ招き幸家との会談の方が本当の目的であったかもしれないのだ。なぜならば彼が室へ行く前にすでに幸家はこの地に来ており書廷して会見の日と場所の指示を彼に求めていたのである。 不確なことにはその雪家の書簡が桜の局から明け花の手へ渡されていたのを彼はまだ気づかなかったけれどそれにしても花の最後的な交渉は思いのほか腰が強い屋島へ引き下がるどころでなく解答の日元までは湯の御所にいて返事を待つという粘り方だったで丹蔵も雪家との会見はそこでは諦めるほかなかったのである さてどこで雪家と会ったものか今も腰のうちでこう考える内心源氏への色気は十分あるものらしいしかし平家には恩虎もあり周囲には平家の余類も多いのである彼としても何かと最新でないわけにはいかない自然そうした苦慮や気配りが彼のまずい顔にもなるのだったよっ なんだ何事かよ急に腰が傾き腰の者の,の足が止まったで丹蔵は身を支えながら腰の巣をまくり上げて列の前方を覗いてみた見ると先頭の武者や奉仕たちが両手を広げ合って何かをあいているそしてその前に突っ立っているのは2人の旅の修験者であった丹蔵は腰の上から乗り出すようにして下へどなった「喧嘩かが嘩ではあるまよ 奉仕武者の一人が仰向いてその顔へお気遣いなされますな牢ではございません何を指紋うしておるのだ那智山牛か大峰の行者かさあいずれの修験とも分かりませんが見てほい遠心は遠心坊は列をかき分けて前へ出て行ったがすぐ戻ってくるなり腰の上へ再び答えた名乗らせましたところ那智大峰にも修験の席のあるものではございません では、偽山節か。法官義経殿の身内なりと申し、別当の親方へ推産したれど、別当殿は室のゆえご多行と伺い、室へ参らんとこれまで来る途中、図らずも御腰に行き合いたるゆえ、路傍なれど寸事の御権を与えよと先駆けの武者と言い争うておるのでございました。何法官殿の家来だと 言語を物腰、それは嘘でもないようですが、ご多行先にて押し付けがましき願い事など、礼を知らぬも甚だしい。お取り次ぎなど愛ならぬと、こなたで突っぱねれば、いや、曲げてもと、一家な動きもいたしません。願い事とはそも何を。お目通りがかなわぬなれば、書面だけでもお手元へあげてほしいと、一生携えて申しおりまする。ならば書状だけは取り上げてやれ。何事かは知らねえども。 お許しなされますか。ああと丹蔵は急に腰の横から首を出して後ろを見た桜の局の腰をはばかるような目であった局の女腰は幾人かの友人を隔ててずっと後ろの方に泊まっていたそしての遠心あその両名に孝申せ数日は三所権限のうちなる修験道場に泊まって沙汰を待っておれと 心えまいと遠心坊はやがて二人の山伏から一生を受けそれを丹蔵の腰へ取り継いだすぐ先頭は穏やかな列後に帰り列の流れに連れて腰の天外もゆらゆらと進み出した修験者姿の二人は同時に路棒へ身をよけて白木の杖を横に置き大地へひざまずいていた腰がその前を通ってゆく とともに丹蔵も腰の過ごしにじっと2人を見た路房の2人も表をそろえて腰を見上げていたおお武蔵坊だ丹蔵は巣のうちでつぶやいたもう一人の顔にも名は思い出せないが彼には覚えがある去年の7月それは後鳥羽邸の即位の魚式の右利であった彼も当然上洛して正義に劣した その際義経とも親しく会いまた常に義経のそばにいた怪異な大法師武蔵坊弁慶というものの印象もしかと目の底に残している確かにあの弁慶だがはて丹蔵に一つの不信が起こった。 先頃から新宮幸家がすでに義経の使者と称してひそかにこの田辺へ来ている上に何でまた別に弁慶を差し向けてきたのだろうか。「幸家は義経の叔父弁慶は義経の無二の直親それが別々な動きをとっているのはおかしい。いずれを信じいずれを本当の交渉相手とするのが良いか」。は迷った がともあれと弁慶の書状を開き古紙の中で読み始めた。書中の言葉は率直だった。自分たち両名は主のンドロのお胸を受けたる使者にてはそうらわずとそれから先に断ってある。 そして新宮の宇鵜の塔へ使いに行った紀とであることも正直に告げておりただいささか存念の候って親しく御賢を仰ぎ申したく幸いにもし寸時のお目通りを得ば近来の風雲慈局の奮噴について聞き及ぶところの消息また愚賢のほども申し述べたしと存ずるにて候とあるだけだったつまり折り入って 会いたいといたとうのである文言には何ら飾りもないし疑ってみるあやもない。丹蔵は六巻でそう読んだ弁慶の求める会見の目的が何にあるかも読めていた。 新聞ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ